パソコンを新しくしたいけど、せっかくならずば抜けて性能が良いものを買って長く使いたい。家にいる時間も増えたので、撮りためた写真や動画の編集、今話題のオンラインゲームなども楽しみたい。そして性能と価格のバランスに優れたものがいい。そんな方にはレノボの新しいブランド、レノボロックシリーズがおすすめ。高性能なプロセッサーや大容量メモリーに加えて、画像処理やゲームプレイを快適にするグラフィックボードも内蔵。なのでウェブページの閲覧やオンライン動画の視聴はもちろんのこと、写真や動画編集、今話題のオンラインゲームまであらゆる作業を快適に行えるんです。その中でも拡張性に優れ、好きな画面サイズを選べるデスクトップタイプのレノボロックタワーをご紹介します。レノボロックタワーは一般的なノートパソコンやデスクトップパソコンとは一線を画す圧倒的な性能を実現。プロセッサーはノートパソコン用よりも高速なデスクトップ用の第13世代インテルコアプロセッサーを採用。今までのプロセッサーだと使用するアプリによって性能を生かしきれないことがありました。でもこの新しいプロセッサーは写真編集やゲームなどシングルスレッドでの処理を担当する P コアと OS などのバックグラウンド処理を担当する E コアの2種類のコアを内蔵。それぞれのコアが役割を分担することで、どんなアプリでも素早く処理できるんです。またメモリーも大容量の 16GB を搭載。用途に合わせて最大 32GB まで増設できます。ストレージにはさらなる高速化を実現した PCIe 4.0×4 の SSD を採用。画像や動画編集アプリ、ゲームアプリもスムーズに起動させることができるんです。通信機能には Wi-Fi 6はもちろんのこと、最大 2.5Gbps の有線 LAN も搭載しているので、大容量データを素早くダウンロードできます。このパソコンの大きな特徴として、グラフィックボードと呼ばれる画像処理を専門に行う部品が内蔵されているんです。一般的なノートパソコンやデスクトップパソコンだとプロセッサーがその処理も同時に行っているので、それほど処理能力は高くありません。でもこのレノボロックタワーはプロセッサーとは別にグラフィックボードを搭載することで、クリエイティブな作業や今話題のオンラインゲームもスムーズに操作できるんです。ではグラフィックボードがあるのとないのとでは実際どのくらいの差があるのか、オンラインゲームの動きで見てみましょう。このように映像を専門に処理するグラフィックボードを搭載していると、滑らかな映像でさらにスムーズに操作できるんです。メインメモリーを最大 32GB まで増設できることはご紹介しましたが、このレノボロックタワーはやりたいことに合わせ他の周辺機器と組み合わせることが可能なんです。このパソコンにはディスプレイが付属していませんが、それはレノボロックタワーがいろいろなことに使えるからこそ、その用途に合わせたディスプレイを別に購入していただくのがいいということなんです。デジタルだけで写真や動画の編集をするなら sRGB の性能が高いディスプレイ、印刷用の原稿を作成するなら Adobe RGB の性能が高いディスプレイ、オンラインゲームを楽しむならリフレッシュレートが高いディスプレイ、さらに使う場所に合わせた画面サイズなど用途に合わせてディスプレイを選んでいただけるようになっているんです。そして将来もっとグラフィック性能を上げたい時には性能のいいものと交換したり、 3.5 インチベイに新しいストレージを追加して保存容量を増やしたりと、やりたいことが増えたり高度になってもそれに合わせてパソコンをパワーアップできます。家にいる時間も増えたので、オンラインゲームをやってみたいけどなかなか難しそうと思っているそこのあなた、レノボロックタワーなら大丈夫。人気ゲームを定額で楽しめる Xbox ゲームパスアルティメットが3ヶ月無料で体験可能。またゲームの設定でわからないことがあっても24時間365日電話で相談可能。購入後の初期設定やゲームの必勝法などをゲームのプロフェッショナルが答えてくれます。これなら気軽に安心してゲームを始められますよね。さあまとめますよ。優れた処理性能を誇るプロセッサーや大容量メモリー、高速ストレージ、クリエイティブな作業やオンラインゲームを快適にするグラフィックボード、用途に合わせてパワーアップできる優れた拡張性、気軽にオンラインゲームを楽しめる無料体験や電話サポート、あなたのやりたいことを叶えるレノボロックタワー、ぜひおすすめです。